皆さんどうも、悪い牛ドイヒーです。ライオンだけどな。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。今日はみんな大好きにゃこ大切そう。またまた新たなステージやってきた。極悪の鳥降臨だね。またまた悪いやつか。だったら牛の時に出したメンバーで行ってみようかな。これで余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り、初見でいけるかな。もう出てくんの？出てくんの早すぎじゃない？じゃあ壁で送らせてお金を貯めていこう。だけどめちゃくちゃのんびりだから山ほど壁貯めるそう。だけどもしかしたら取り巻きがめちゃくちゃ早いの出てくるかもしれないよ。それは勘弁大弁関西弁とやさ。なんなら何も出ないでくれ。何も出ないなんてありないでしょう。果たしてどんなやつが出てくるか。っていうか全然出てこないよ。もしかして出ないんじゃないの？まさかそんなことある？一人だけで挑んできたの？だったらたっぷりお金貯めてみんなで突撃だ。でも様子見すぎても良くないからとっとと攻めた方がいいのかもしれないか。あー迷っちゃうな。血迷っちゃうな。血迷っちゃったらダメだから、まずは様子見でキャラ出しといてみたよ。この二人で一気に倒してくれたりとかしないかな。っていうか結局取り巻き出てくんのかよ。そりゃ出てくるでしょうね。出てこなくていいのに。そうそれじゃあ一気にいったれ。まずはバリア壊して鬼山の一撃、一撃でやられないとはなかなかやるな。そりゃそうでしょう。こんなんでやられてたら弱すぎだからね。しかし攻撃力アップした一撃なるとじゃいいよ。さすがにこれじゃやられないか。だけど押してるぞ。この調子で倒しちゃえ。ああそれやれちゃった。攻撃力は高そうだね。次の超撃で行ってみよう。押してるわけだしこのまま行けば勝てそうだろう。っていうか勝ちました。まだ勝ってはいないでしょ、始まったばかりだから。またバリアが出てきちゃってんな。いちいち壊すのめんどくさい。もうこれ以上出てこなくていいよ。さすがにこれでは終わりじゃないでしょう。だけどこのまま勝ってちゃいそうな雰囲気だよね。だけどまだまだ油断はできないよ。早くその野郎を倒したいところだけどなかなかやられてくれないな。ミッドナイト魔界はなかなか強いからね。でも悪魔に強いやついっぱい出したいんだからそのうち倒してくれるでしょう。通り巻き全然いない。今がチャンスだからね。チャンス取り越してチャンスチャンスってなんだよ。わけわかんないこと言ってんな。どんどん悪魔対策キャラいっちゃうよ。どの野郎出てくるのかよ。こいつ出てくるなんて聞いてないよ。そりゃ初見だからね、わからないよね。ここでフグ対策だったのか。さらにはその野郎もおかわりかよ。急に勝ち確定からの負け確定。まだ負けるって決まってないけどね。フグ野郎さえ倒せればあんなんとこなるはず。鬼山いっとれ。攻撃力アップで一撃で倒せたはずだからさ。フグ野郎にいっとれ。その野郎が邪魔くさい。攻撃で出てきてる。あや一緒にしてやられちゃった。これきつつ。もう一度鬼山おかわりで頑張ってもらうしかないか。そういうこと決めてくれよ。ミッドナイト魔界がいるからずっと厳しそうな気がするんだけどな。じゃあ炎でツノ野郎は倒してもらおう。一気に行けよ炎。この隙をついた鬼にゃんま怒りの一撃。攻撃力アップしてなかったから倒せなかったけどもナイス一撃。大負けの一撃いっとれや。攻撃その前にやられちゃった。フグタクはやっぱり厄介だね。炎も押されまくってる。炎もやられちゃうのか。だけど頑張って戦ってるよ。炎一人でガンガン敵を倒してくれるのか。やっぱりフォノ強すぎ。強ポン一切ファン強ポンベイビー。さらに鬼山もいっちゃおう。フォノやられちゃった。行きづらくなってきたぞ。頼むからフグ野郎だけでも倒してくれ。お願いします。やったー倒せた。これで一気にお金たっぷんたっぷん。相手の取り巻きも一気にいなくなってきたぞ。
そしたらこのまま勝てるでしょう。勝ち確定からの負け確定からの勝ち確定。まだ勝てるか分かんないけどね。ムシキングはなかなかやられてくれないな。まさかのムシキングにやられちゃうとかやめてよ。いっただけど角野郎のおかわり出てくんのかよ。もうここは角野郎なんか無視して鳥野郎早く終わりにしちゃおう。いいぜ鬼ヤンマ、攻撃力アップしていったらいい。そのためにもガンガンダメージ食らったらいい。できれば食らわない方がいいんだけどな。あ、攻撃せずにやられてた。何やってんだよ。もうこうなりゃいろいろとキャラ出してっか。もう全員でゴリゴリしゴリラ押し出しだ。だけど鳥野郎の攻撃が強いみたいでどんどんやられてっちゃうな。じゃあここは炎出せるようになるまで待った方がいいかな。炎だったら射程で勝てそうだもんね。あ、なんだこいつ。他にも鳥巻出てくるのかよ。頼むから炎出せるようになるまでみんな犠牲になってくれ。犠牲って言うんじゃないよ。あとちょっとで炎は出せるようになるからな。それまでみんな踏ん張ってくれ。ここ耐えれるかな。勢いが増してきたぞ。もしかしてこのままやれちゃう。あとちょっとで炎出せるっていうのにな。炎もぐーたらしてないで急いで行きなさいよ。そんなわがまま言うんじゃないよ。早くして。よさ、出せた出せた。ここから大逆転じゃない。まずはこの金玉ぶつけを倒しちゃおう。持ってるの金玉じゃないから。だけど進まれちゃってるな。もうちょっとで飛びついちゃいそう。許してください。お願いします。証券公約したいんです。お願いします。あーと攻撃されてる。うわー負けちゃいました。あじぴちぱー鳥巻が強かったね。次はもっと悪魔対策全開でいってみますか。これでリベンジオレンジマジマンジ。次は勝てるかな。今回は悪魔対策キャラでゴリ押ししてフグ野郎出てくる前に倒しちゃう大作戦だ。そんなすぐには倒せないと思うけどな。だけどフグ野郎出てきたら大変だからね。それまでには倒したいよ。果たしてどうなることやら。お金貯まったらもうそこで攻めてやるからな。鬼ヤンマも引き連れて鬼ヤンマの攻撃力で強引に行ってやる。無理やりの作戦だな。そろそろお金が貯まってきたし行ってみよう。序盤はさっきと同じ感じでキャラ出してっから。さっきと一緒だったら結局福田くん出てきちゃうんじゃないの。あーそうなんだけどそれは内緒にしといてよ。何の内緒なんだよ。いやからな。まあ角野郎を早めに倒せたらいいってことにしといてよ。まずはバリアを破壊じゃ。そしてバリアがなくなったところを鬼山もガンガン攻撃蹴り。ああ一気に攻撃力アップしちゃってる。じゃあ攻撃力アップの力を見せたらいい。やー速攻でやるんだ。作戦が大失敗だよ。もうやってらんないね。笑っちゃって完全におかしくなっちゃってるな。というわけで思う存分負けていきましょう。負ける気満々かよ。まだどうなるかわかんないでしょ。さすがにこれはもう厳しいんじゃないの。まだ相手の勢いだってすごくはないしなんとかなるかもしれないって。だけど作戦がそう崩れたからな。ウグ野郎が出てくる前にトナカイ野郎を倒したかったけどもうそれは諦めるしかないのかな。ウグ野郎だけになってくれたら鬼にゃんまでウグ野郎対マン対決勝ち確定。これはどうでもす。さっきはミッドナイトナカイに結構邪魔されたもんね。だけど意外とお金貯まりそうだからご両親いけちゃうか。こうなりゃ一か八か行ってみよう。角野郎頼む倒してくれ。フグ野郎まだ出てくるんじゃないぞ。家でのんびり昼寝でもしとけ。そろそろ出てきちゃいそうな気もするけどね。もう出てきちゃうの。はい、いやいや。そうしたらついつい不具野郎にやられてっちゃうよ。どうにかその前にできるだけダメージ与えてよ。意外となかなか出てこないね。鬼ヤンマさえうまく頑張ってくれてればもっといい感じに戦えたんじゃないのかな。
ここでやってきたな、ブーやろう。今回は決めてくれよ、鬼山。攻撃力アップで一撃で決める、運だけの勝負。にゃんこ大戦争は運ゲーだからね。そんなことないから、プレイスキルとか大事だから。さあ攻撃力アップでいっとめや、何もせずに待ってやられた。ほとほと作戦が大失敗してる。もうどうしたらいいんだろう。俺はかなり厳しい戦いになってきたね。さっきは炎が頑張ってくれたから、今回も炎に頑張ってもらうしかないか。今回も頼むぜ炎、通り町をガンガン倒してくれ。あとは壁たち、炎に絶対近づけないように犠牲になっていくんだ。壁って悲しい運命だな。一応さっきよりも壁の数は増やしてるからね。だから意外にも押されないで戦ってるぞ。なんだろう、ガンガン押しちゃってるもんね。もしかしたら炎だけで勝てちゃう、すんげえ簡単なステージだったのかもしれない。だったらこのまま勝っちゃうじゃないか炎。まずはフグ野郎を倒して他のキャラを出しやすくしたいな。だったら鬼にゃんまんもう一丁いったらいい、追加さ決めたらいい。鬼山にはもう厳しい気がするんだけどな。いやいや、虫キングもいなくなったし、これは攻撃当てやすくなったんじゃないの。一撃でいいから決めてくれ鬼山。そうだいったらいい、全然当たってない、最悪だ。また何もせずにやられてた。鬼山さえ出さなきゃもっと上手く戦えてたかもしれないな。まだフグ野郎いるけどご両親いなくなってくれた。なったらみんなでご両親、悪魔に強いやつ勢ぞろいじゃい。さらにはまだまだ行くぜ鬼山。通り野郎にだったら攻撃当てれるでしょう。一回でいいから活躍してくれ、いっとるいよ。また当たってない、ほんとうまくいってないな。さあ次こそ行き、いったら、あーダメだもう、鬼山なんで出てきたんだよ。自分で出したんでしょうが。だけどみんなで、おーやった倒せた、うれうれうれしいな、うれうれうれしいな、うれしすぎてハッピー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 ピッピー。あとは投稿してくれよ、楽勝のシュシュシュ。全く楽勝じゃなかったよ。この調子でいろんなステージクリアしていこう。バイバイバイバンバルピー、チャンネル登録よろしくお願いします。